倒立して相手のバタフライガードをパスガードします。はい、バタフライガードに入りました。このままいると相手にスイープされたりします。うわっ、はい、こんな感じです。スイープされます。はい、なのでこのままだと良くないです。はい、パスガードしましょう。はい、フックされました。フックされたらまず、どっちの手でもいいんですけど相手の脇を刺します。この場合右で刺しますね。自分の右手でうわっ刺しました。はい、じゃあこっちの手は何するかというと相手のズボンの先っぽを持ちます。この場合相手の右足のズボンですねの先っぽを持ちます。はい、そしてここに頭ついて、まあ、前に出るような感じで頭を伏せます。そしてここで倒立するんですけど、ここでこの手がないと、この手で相手のズボンを持ってないとこういう感じになります。そう、こうするとね逆にスイープされたりしますしパスガードできません。こっち側にね体移動するんで、はい、なのでこの左手で相手のズボンの先っぽ持って倒立して、僕の右側、こっちですね、こっち自分の右側に腰を切ります。こういう感じです。そうすると相手のこの足ついてこれません。こっち腰切るんでね、もう一回やりますね。今度こっち側の向きだよな。はい、こっちはねこっちの足はこっちの手でズボンを持って、うん、ね、あ、こっちも先やります。こうなってこっちの手でこのズボンこうやって持ってる感じですね。こういうことです。はい、逆になります。もう一回ね、左手は相手の右のズボンを持ってます。はい、この状態、脇刺す、ズボン持つ、はい、前に行く、そして倒立して相手の足を外します。もう一回行くかな。はい、バンバンバン、これでも一気に倒立して腰を切る。こんな感じでパスガードします。